なぎちゃん、今日はね、はい、ちょっとコインパーキングの話をしてみようと思います。はい。コインパーキングの使い方ちゃうから。コインパーキングの運営の方の話なんですけど、はい、コインパーキングをやるにあたって、まあ、まず土地がいります。で、うちの会社では土地を地主さんからお借りしてパーキングを何か所か運営してます。僕たちは、まあ、事業としてやってるんですけど、地主さんのメリットとしてはまずね、通期決め駐車場と比べた場合、一枠一枠まず募集しなくていいですね。で、一枠一枠の集金もせんでいいですね、うん、で、滞納があるとか契約してない車止められているとかゴミ捨てられているとかっていう管理もしなくていいですよ。コインパーキングの事業者が土地ガサッと一括で借りてくれますと。その代わりね、月決めで一個一個貸して満車にするときよりは家賃はちょっと下がります、ほとんどの場合やけど、まあまあ一括借り上げで、まあ、その会社がまあね、潰れへん可能性ゼロとは言わんけども、まあ、個人個人に細切れに貸すよりは楽で安心なんじゃないのかなっていうところでコインパーキングって流行ってるんですよ、はい。うん、地主さんからしたら土地を貸し出して事業者さんに家賃払ってねっていうパターンと、地主さんも運営できますから。なるほど、うん、私結構地主さんに運営をお勧めしてて、でその管理メンテナンスはサポートしますからっていうのをやってるんですよ。でもこの6番って言われるのが、これね、まあめったと壊れません、はっきり言うで、うん、ほぼ壊れへん。この間お客さんのところに入れ替えましたけど、10何年使いましたね。あ、そんなに持つんですか。で、メーカーによってまあまあとか稼働によってもだね、いろいろあるんだけど、けどやっぱ屋外で使うもんやから丈夫に作ってありますわ。そんなすぐ壊れません。けどこれのリスクは機械の誤作動もしくはお客さんの勘違いで板上がってるまま車がガーンっていくっていう。あー、なるほど。やっぱ年に1件2件はやっぱ管理物件でもあるんですよ、うんうんうん、でコインパーキングの規約上はそれは利用者さんの不注意、事故の責任は負いませんっていうスタンスです。とはいえ揉めるの嫌じゃんって時はもうこの板なくして、ここでねポール立ててセンサーで車両感知するシステムもあります、はい。ただそうなると不正がちょっとね増える。出れちゃいますもんね、うん、出れるから。けどね、無人でやってる以上不正は絶対にある程度起きるから、そういうもんやって思った方がいい。で、地主さんの場合は土地持ってるから最初の設備投資、まあそんな大した額じゃないです、台数にもよりますけども、うん、やっぱ24時間出動体制を取ったら警備会社さんに管理業務委託しなあかんから、うちみたいな管理会社にね、やっぱ毎月最低でも1万2万ぐらいの管理費の出費は必要ですわ、うん、で、この板なしやったらそれも不要なんで、基本的には板なしでするんやったらもう警備も24時間出動も外して、まあ、掃除と集金だけっていう形で運営することも可能。けどまあ管理会社一応入れとく方がおすすめはおすすめですけどね、予期せぬことがやっぱ起きることもなくはないからね、うん、あとね、もし土地が変形してて車なんか入りませんよとか、駅の近くやったらね、駐輪場がおすすめ。売上で言うたら車のパーキングより全然上がります、壺で言うたら駐輪場の方が、駐輪場の方が上がる。なるほど。あとはね、また思い出したらやります。以上です。